はい、皆さんこんにちは、ピカです。トルネコの大冒険3、続きやってきますよ。次はこっちだ、こっちですよね、こっちですね。密林の墓場。なんか強そうだな。でもね、ゼリーたちもね、ちょっとレベル上がってるんだよ。場所前か。ジェルがハマったな。まあ、でもこんな時に仲間を呼ぶ。これは身代わりの石像だ。腐った死体か。いや、お前ら攻撃してどうすんだ。レミーラって明かりか。吹き飛ばしの石像か。ラリホーだな。いや違うか。
我慢か。魔物の壺って投げたら混乱した状態で魔物が出てくるんだよね。で、ジェル命令バッチリ頑張れ。これにしてドーム魔物の壺を投げる。割れる。
混乱。よし、これで、ゼリーもバッチリ頑張れ。よし、倒してきてくれ。あの半魚人のマダムの頼み事ってなんだっけな。突っ込んでったな。来たぞ。やばい。おい、逃げろ。やばい、あー、やばい、やばい。これで、あらら、間違えた。あの祈祷師厄介だな。よし、
ここじゃないのか。右か。腐った死体が。挟まれてるぞ。シャーマンじゃないのか。そしたら墓を蘇らせてしまう。ストロームハウスか。やばい。こっち来ないぞ。ホイミン仲間になってくれんかな。こいつ多分なりやすいんだよ。ならないか。よし、頑張ってくれ。
邪魔だな、壊しとこう。あれ、怒りの杖、モンスターを怒らせる。よし、脱出。もうなんか来たぞ。どこだここ。
きは、密林島の発掘場か。外は出れるか、出れるけど何もないな。はい、それでは今回はここまでにしておきます。次回この密林の密林島の発掘所を進んでいきましょう。それではまた次回お会いしましょう。